こんにちは。今回はとある森にやってきました。ハイキングってやつです。嘘つけ。このパターンはただのハイキングじゃねえのだ。今回はですね、銅などの金属類を採掘していた鉱山跡を探検していきたいと思います。ちなみに少量ではありますが、金も少し取れたんだとか。もうこれ絵面が完全にナショジオのサバイバル動画なのだ。これちゃんと変えれるのだ。この下、ちょうど坑道が真下に通ってる場所です。このくぼんでるの、もしかしたら坑道の崩落でできた穴かもしれません。穴は開いてないか。危ねえのだ。この玉に聞こえるチリンチリン鳴ってるのは何なのだ。ああ、これクマセグですよ。こういう風に音出してるとクマが近寄ってきません。ここクマ出るのだ。別に今まで行った箇所もクマは出るんですけど、ここのクマは別格というか、出没頻度も今まで行ったところと残機なので、今回は装備してます。ごめん、もう帰っていいですか。なんか小さい穴が小口でしょうか。クマの穴じゃないだろうな。よっこいしょ。人為的に掘られたもののようなのだ。でも奥まで続いてないですね。地質の跡かな。随分古い時期に掘られたもののように見えます。戻りますか。白い札があるのだ。奥にとても大きな穴が。この下にも坑道があるのかな。危ねえからあんま近づかない方がいいのだ。この付近他にもこういった穴がありました。ここの鉱山割と古いので、山の中にある坑道が崩落してこうなったんでしょうか。まああとはクマが掘った穴かもなのだ。見てくださいよこれ。何これ。クマハギの跡でしょうか。木の皮を剥がして食べてるらしいですよ。マジか。ここでクマに襲われたら助からないんじゃないか。そして山の中にひっそりと佇む坑口を発見。早速行ってみましょう。完全にフルオープン状態なのだ。四方坑が朽ちて崩れているのが目立ちますが、岩盤は特に目立った崩落はありませんね。しかし立派な坑道です。こんなに太い四方坑がふんだんに使われています。確かにこんなに木の四方坑が使われてる坑道は初めてかもしれないのだ。かなり変色してますが、電源プラグのようですね。そしてその隣には縦坑がありました。そんなに深くはなさそうですね。はしごも丈夫そうで、ワンチャン降りられそう。でも木のはしごだからだいぶ危ないのだ。ここはまあそうですね、登るんなら直接強度確かめられますが、降りるときはそうもいけません。落ちたら死にはしないでしょうけど、上がっても来れません。それは死んだも同然なのだ。この縦坑は現役時は人がはしごを使って行き来してたんでしょうね。人道ってやつです。先行きますか。崩落しちゃってるのだ。無理かなと思ったんですが、このくらいの隙間ならいけますね。いや結構やばそうに見えるのだ。崩落を誘発しないよう、なるべく崩落面に力がかからないように慎重に進んでいきます。てかこの崩落、おそらく Y 字の分岐点になってて、その右側だけ隙間が空いてるっぽい。正面もまだまだ続いてそうですが、さすがに行けなそうです。ごたくはいいからさっさと通り抜けるのだ。さて通り抜けました。この謎の穴が開いてます。上層部で採れた鉱石をここから落としていたのかな。もしかしたら下も穴が開いてたかもですが、埋まってます。よくそんなところ建てるのだ。まだ先は続いてそうな感じですね。そうだね。って思ったら行き止まり。これは下に続く建て坑かな。
この下にも一応坑道があって、そっちの方がどうやら大きそうなので、ここから落としていたのかもしれません。下よく見ると、5割室にあるようなスクリーンが。もしかしたら、ここで鉱石を粉砕して、ここから落としてたのかな。そうなのだ。ちょっとわかりませんね。それやってるの基本的には、石灰鉱山なんで金属鉱山であるここで、果たしてそんなことやってたのかは不明です。この行動もここで終了。他に洞窟があるようですが、長い年月をかけ風化してしまってるのか見つからず、あとは閉塞してたりしてたので、今回は短いですがこれで終わりです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。